こんにちは、末広です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日の動画はお金の真の価値とは、成功者が考えるお金について説明していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。ではまず、お金の真の価値とは、お金で買えるその先にあるものってことですね。それは時間でありライフスタイルであるってことですね。なので本当はお金自体には価値はないですね。どういうことかと言いますと、お金持ちはね、成功者の方はですね、こういう感覚でいるんですよね。お金に対してお金自体にはもう価値はないと考えてるんです。お金と交換できるものが価値があるっていうことですね。そう考えてるってことですね。それは時間だったり理想のライフスタイルってことですね。そっちがですね、本当に価値があると思ってるんですね。ではお金で買えるその先ってことですね。まず時間からですね。他人の時間を買って、それをお金を生む労力に変えるってことですね。いわゆる経営者思考で考えるってことですよね。経営者はですね、他人の時間、いわゆる労働者の時間を買ってますよね、たくさん。でその人たちに働いてもらってる。でその対価として給料を払ってるってことですよね。この思考は資本主義の基本的な考え方であるということですね。これ前回もね、別の動画で説明しましたけど、資本主義ではね、これが当たり前ってことですね。他人の時間をたくさん買ったものが、成功するってことですね。ではお金で買えるその先、ライフスタイルですね。自分の理想の生活ってことですよね。旅行や遊びまでもがビジネスになるということですね。こちらもですね、別の動画で説明したのですけど、旅行や遊びっていうのはいわゆる体験ですよね。お金持ちはね、成功者ですね、この体験に一番お金をかけるって言ってますね。それはなぜかと言いますとですね、高いお金を払ってですね、いいホテルに泊まる、いいところでね、ご飯を食べるってことは、それなりに質のいいサービスを受けるってことですよね。それをビジネス視点で見てるってことですね。それをですね、そこで感じたことを自分のビジネスにも持っていくってことですね。吸収するってことですよね。なので、旅行や遊びまでもがビジネスになるっていう感覚ですね。なので周りから憧れる人生になるってことですよね。要するにそうですよね、理想のライフスタイルで生活してるわけですから、周りが憧れるのは当たり前ってことですね。ではお金の真の価値に気がつかなければってことですね。単純に今の現状は変わらないってことですよね。理想は現実にならないですね。で、新たな夢は叶わない。要は浪費ばかりで自己投資の大事さに気がつかないですね。ではお金の真の価値に気がつくためには、まずお金の知識を学ぶ。そうですね、そこからですね。で自己投資をして行動する。お金を稼ぐことを目的としない。お金を稼いだ後のビジョンを明確にするということですね。この4つを意識すれば必ず人生は変わるですね。お金を稼ぐことを目的にしないっていうのも別の動画で、お話しましたけど、ですね、お金をね、稼ぐことだけを目標にしてしまうとですね、例えばじゃあ100万円稼ぐ目標をして実際に稼げたとします。そこでですね、モチベーションが一気に下がってしまうんですよね。モチベーションが下がるのでね、次のビジネスにね、繋がらないんですよね。なのでお金を稼ぐことじゃなくて、お金を稼いだ後のビジョンですね、明確にするってことは、その後のライフスタイルですね、そこを目標にするってことですね。そうすることによってですね、新しいビジネスにね、繋がっていくってことですね。では最後にですね、なのであなたも今日からお金持ちや成功者と同じように、お金の真の価値に意識を持とうってことですね。この動画を参考にしてですね、今日からですね、あなたもお金の真の価値をね、意識してビジネスを行っていってください。はい、本日の動画は以上です。どうもありがとうございました。